こんにちは、ちょめです。今日はヘアカラー追加されたので全て紹介しようと思います。この追加のヘアカラーに関しては特定のクエストを受けると追加されていきます。もちろん最初から選べる髪の色もあります。この後どれがどこで受けれるかっていうのをね、動画で紹介しようと思います。最初はこんな感じにまとめて見せる感じになっております。バージョン1時点ではこんな感じで全ての髪色はあります。ではクエスト見ていきます。34ヘアカラー始めますっていうので美容室が使えるようになります。開放方法に関しては他に動画を出しているので今回はね省略します。で35から36、37、38、39、40ってこのお役立ち機能っていうのがあるんですけど、これが髪色、49までですね、新色追加のクエストになります。では上から順番に見ていきましょう。35、チョッピコーヤ、ダークポックルを倒してチョコレートが追加されます。右の方に多分画像を出しておりますけど、この感じの色になりますね。では次行きましょう。36、ブーナー熱帯雨林蜜切りの野営地でジェイに頼まれてグリーンシザーが落とすビリビリリーフを手に入れた。これもクリア済みだからこんな感じに書いてあるけど、ジャングルが追加されます。ブーナー熱帯雨林はウェナ諸島にあります。落葉の草原の崖っぷち村、雫に頼まれて、これはねエルフのやつのストーリーをやってたら落葉の草原を通ることがあります。ウドラーが落として200のブドウエキスを手に入れる。デビルワインが追加されます。38、ゴブル砂漠西の商人のテントでミミルナに頼まれてビホマスライムがたまに落とす溶岩イチゴを手に入れる。ヘアカラー新色ストロベリーが追加されます。39、ギルザット地方入江の集落でバロンに頼まれヘルコンダクターが落とす男のコロンを手に入れる。ダークグレーが追加されます。40、オルフェア地方東のピピーのお宿でママポッナに頼まれてダークナイトが落とす夜のささやきを手に入れます。ヘアカラー新色ミッドナイトが追加されました。41、レーナム・リョクヤの祈りの宿でローズエリナに頼まれて切り裂きピエロが持つという罪深きバラを手に入れます。ヘアカラー新色ローズが追加されました。クエストナンバー42、アスラン地方の木陰の集落でヤツハに頼まれてサンダーフロックを倒し茶の木の葉を取り返します。ヘアカラー新色抹茶が追加されました。43、シシモンの集落にいるガモに頼まれてブリザードが持つ純白の雪のねかけらをね手に入れます。ヘアカラー新色フィアスノーが追加されます。44、モガリムカイドウのモガレキャンプでロロドに頼まれてキラークラブが落とす泥臭いコーラを手に入れます。ヘアカラー新色クレイがね追加されました。45、南のカイドウの山間の関所で彼岸に頼まれて手招きリングから夜の霧のね指輪をね取り返します。ヘアカラー新色ミストグレイが追加されました。46、ゲルト海峡の宿屋の前でバラバに頼まれてタテマジンから落としてる日のフラッグを取り戻したラクビカのヘアカラー新色サンセット追加されました。ミリナード領南の海辺の工房所でソーネに頼まれて白銀ホタテを手に入れます。ヘアカラー新色パールが追加されました。ゴブル砂漠東のオアシスの大食宿でビビデに頼まれてデザートランナーがたまに落とす金色オイルを手に入れました。ヘアカラー新色サンゴールド追加されました。
49、キラキラ大風車塔でプチーノに頼まれ、風車の丘のモンスターから三つ星ブレンド米を10個取り返します。ヘアカラー新色カフェラテを追加しました。こうやってゆっくり読み上げたのは多分右側にね、そのこのクエストをクリアしたらこんな髪型が出ますよっていうのでね、紹介した感じになった動画を作ろうと思ったからですね。